皆さんこんばんは。今日はようこそ第1回大阪国際サックスフェスタにご来場いただき誠にありがとうございます。本当にたくさん のお客様に来ていただいて、もう私たちも、もう感激しているんですけれども、この2時間ほどの演奏の時間なんですけれども、どうか心ゆくまでお楽しみいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。もう私もなんかちょっと興奮しすぎて声がでかくなりがちなんですけど、はい。第1曲目は前田恵美作曲のサンファンファーレという曲をお聴きいただきました。前田恵美さんは大阪音大の卒業した作曲家で、関西を中心に活動されているんですけれども、今でもテレビ音楽だったりとか、ドラマだったりとかっていうのの、作曲もされたりとか、そして現代音楽もされてますし、吹奏楽とかも手掛けられてて、すごくこう多岐にわたるジャンルで活躍されている大阪音大が誇る作曲家の一人なんですが、前田恵美さんのこの作品、もう一曲続く大地の鼓動という曲もお聴きいただきます。この2曲は、スロベニアリュブリャナ音楽院っていうところからの移植作品になるんですけれども、元はといえばそのリュブリャナ音楽院 のミハロギーナというサキソフォニストがいるんですが、私 のパリ音楽院時代 の後輩でして、ぜひ日本の作曲家の素敵な方を紹介していただきたい、で移植したいんだけどっていうお話いただきまして、ぜひということで前田恵美さんをご紹介してこの曲が出来上がりました。すごく素晴らしい曲なのでお楽しみいただけるかなと思います。そして続きまして、アラン・クレパンのサックスフライトという曲をお送りします。これは、僭越ながら私が真ん中でソロをさせていただくんですけれども、このアラン・クレパンさんというのはブリュッセル音楽院の教授をなされてまして、日本でいうところ の自衛隊中央音楽隊のようなその軍楽隊の団長さんもされていて、で指揮者としても作曲家としてもすごく大活躍されていらっしゃる方です。これもこうサックスがこういろんなところ、いろんな国をこう飛行するような様子を思い浮かべながら、聴いていただければと思います。では2曲続けてお送りします。Thank you.
阪サキソフォンオーケストラでした。すいません、なんか名付け親の割になんか覚えてないというの演奏をお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。まあ、あのプログラムの挨拶文にもちょっとあの、メッセージを書かせていただいたんですけれども、あの今回この大阪国際サックスフェスタっていうのをこう企画するきっかけになったのが、今からあの演奏していただきますあのコリアサックスサキソフォンクワイアの皆さんが、あのどうしても日本で演奏してみたいからちょっと企画してよみたいな感じのお話をいただきまして、でぜひぜひ一緒にやりましょうということで、あのこういうちょっとこう企画が立ち上がったんですけれども、まあ、あのでどうせやるならもうその国際サックスフェスタというちょっと大風呂敷を広げまして、あの やってみようじゃないかってなったんですが、ただやっぱりあの1回目からあんまりあの どうしていいのかわからないっていうのもありまして、まずはあの私の門下の大阪音大の学生、そしてあの私が かつて教えたあのもう、門下の人も中にはいるんですけれども、というメンバーであのこの大阪サキソフォンオーケストラっていうのは構成されています。もう夏休み返上であのすごくあの練習してくれて、あの素晴らしい演奏だったなと思って、私も袖で聴きながらちょっとこ うるうる来ていたんですけれども、はい、では続きまして、そのあのコリアサキソフォンクワイアについてちょっとお話ししたいと思うんですが、あのそこ あの主催されている指揮者のチョイ・ハヌルさんっていう方が、私はもう5、6年の付き合いになるんですかね、そうあの、よく日本に来られている方なんですけれども、まあ、あの間に立ってくださる人がいて、それで紹介されて知り合って、あの今までにも何回か韓国で演奏させていただいたりレッスンさせていただいたりっていうようなあの感じで、あのとても私もお世話になっている方です。ハヌルさんはあの、韓国でもこうあのこうサキソフォンアンサンブルを主催したりとかして、すごくあの韓国南部の方で活躍されているんですけれども、では今からちょっと、お呼びしたいと思います。ハヌルさんお願いします。チョイ・ハヌルさんです。すごいお若いんですけれども、お弟子さんたくさんいらっしゃって、あのもう素晴らしい活躍をされています。通訳のセリョンちゃんです、はい。でも彼女がいなければちょっと今回はなかなかあの成り立たない感じだったんですけれども、はい。日本で初めて演奏する感じはどうですか。はじめまして、私は韓国から来たコリアサックスクワイア指揮者チョイ・ハヌルです。はじめまして。あのハヌルさん、初めてお会いした時全然日本語ダメだったんですけど、すごい本音上手になっても素晴らしいです。日本に朝子先生に招待していただいて、この度来れたことをすごく嬉しく思っています。で、学生たちもいい経験になってとても嬉しく思っておりますとおっしゃってます。6月に朝子先生は韓国に来ました。200人のサクソフォンオーケストラを一緒に演奏を一緒にしました。はい。그때한국에오셔서일본의음악을아사코선생님께서소개해주셨고또저는오늘일본에와서한국의음악을소개朝子先生がその韓国に来られた時に日本で このサックスの吹き方やあの音楽を教えてくださったので、今日はこの私が日本に来てその韓国でどういうことをしているのかとか伝えたり、なんか一緒に演奏したいです。
招待にしてくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではあの、今から韓国 の、 あのチームに演奏していただきますが、グリンカ作曲 ルスランとルミドラ、そして、ギリシャ組曲、そしてバンサン・ダビットのパルスで、サン・サンスのシノブトを4曲続けてお聴きください。Thank you.
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 コリアサキソフォンコワイアの皆さんの演奏でした。どうもありがとうございました。ではただいまより10分少々休憩をいただきたいと思います。ちょっとプログラムがタイトで申し訳ないんですけれども、盛りだくさんのプログラムを予定しておりますので、ご休憩ほんの少ししていただければと思います。お手洗いですけれども2階にもありますが1階にもございますので、ちょっと混み合うときはそちらもご利用ください。そして今、後ろで立ち見されている方がちょっと消防法に引っかかりますので、できればお席を探してご着席いただければと思います。では休憩後はいよいよメビウスサキソフォンアンサンブルの登場です。
さんこんばんは。わかりきますか。こんばんは。ありがとうございます。本日はご来場いただきありがとうございます、メビウスサクソフォンアンサンブルと申します。まあ、3曲のうちも2曲終わってしまったので次が最後なんですけれども、先ほどの2曲ですね、石川亮太さん、作曲の、風のエンボラーダ、1曲目風のエンボラーダで2曲目先ほど演奏したのが、そしてサーカスが始まるという2曲です。で、1曲目はですね、あの一昨日ぐらいにあの楽譜がなんと発売になりまして、あの皆さんもあの買ってね、あの音源も、iTunes とかでね、あの売ってますので、音源買っていただいて楽譜も買っていただいて、あの学生の皆さんとかね、ぜひやっていただけたら嬉しいなと思います。ちょっとあの皆さんのお顔が見えないんですけれども、今日メビウス初めて見たっていう方どれぐらいいらっしゃいますか。ありがとうございました。ごめんなさい、どれぐらいいらっしゃいますか。あ、すごいたくさん、ありがとうございます。今からも、譜面台ね、取っ払ってると思うんですけども、私たちメビウスサクソフォンアンサンブルは、一つ目の、一曲目って言ったらいいですかね、本日の一曲目にされてた大阪音楽大学の、卒業生8人で構成されてまして、あのクラシック音楽、まあ、サックスをね、楽しんで聴いてほしいなっていう思いが、ありまして、音だけではなくて動きを加えてちょっと見ても楽しめるものをお届けしようということで、やっております。まあ、最初に曲はね動いてなかったんですけれども、最後にちょっと、今日1日と全然通して全然違うことが今から始まるんですけれども、あの全然静かにじーっとこう見ていただく必要はありませんので、まあ、面白いなと思ったら、面白いと思わなくてもいいんですけど、面白いと思ったら、あのぜひこうちょっとくすって笑っていただけたりすると、あの嬉しいなと思いますので、ぜひ楽しんで聴いていただけたらなと思います。で、YouTube にあのたくさんこういった動画も上がってますし、普通に座って座奏で演奏してるのもたくさんありますので、ぜひあのそちらも見ていただけたらなと思います。準備できましたでしょうか。はい、では、本日のメビウス最後の曲ですね、スペシャルメドレーということで3曲をメドレーにしてお送りしたいと思います。それではお聴きください。
ビウスサキソフォンアンサンブルの演奏でした。皆さんいかがでしたか？そうめっちゃ面白いですよね。彼らその8人は大阪音大の卒業生で、まあ、ほぼ同学年ですかね、まあ、ちょっと学年違う人たちもいるんですけど、すごく年が近い8人組で、同じ大学の卒業生が8人もこう揃ってこう今でもこうやって演奏できるっていうのはなかなかないと思うので、それだけでもすごいことだなと思うんですが、もう私も、まあ、その彼女たち、まあ、彼らが学生の時に教えていたんですけれども、まさか十数年後にこんなことになるとはっていう感じで、こんなキャラだったんだこの人たちみたいな感じですごくこう成長したなと思って、こう感慨深げにこう見てたんですけれども、はい、ということで、もう今回こうして大阪国際サックスフェスタとして、まあ、関西を中心に活躍するプロの人や、まあ、これから活躍しようと志している人たちと、あと韓国からいらっしゃった人たちとのこのコラボということで一緒に演奏させていただいたんですけれども、すでにもう国際交流は楽屋やいろんなところで始まってまして、なんかちょっとこうこっそり見ているとなんかここら辺ロマンスが始まりそうなのみたいな雰囲気になってたりして面白いなと思うんですが、まあ、韓国の方もすごく日本語を勉強したいっておっしゃってる方も多いですし、でうちの学生たちももう絶対韓国語を勉強して今度会うまでにはもっと喋れるようになりたいとか言っているので、まあ、こういう感じでこれからも国際交流が深まっていけばいいなと思っております。では最後の曲になりますが、まあ、アンコールとしてお聴きいただければと思うんですが、2曲お送りいたします。真島敏夫作曲のラセーヌというオリジナルは、サキソフォン80奏なんですけれども、今日は、大阪国際サックスフェスタスペシャルオーケストラとして出演者全員でお送りしようと思います。そして最後に、ヴァンデルロースト作曲アルセナールをお送りします。指揮はチョイ・ハヌルさんです。
は第1回大阪国際サックスフェスタにご来場いただきまして誠にありがとうございました。これをもちまして終演とさせていただきます。どなた様もお忘れ物のないように、また段差にお気をつけてお帰りください。本日はご来場誠にありがとうございました。Yeah.